毎週木曜日は毎日新聞論説委員本村由紀子さんに話を聞いています。本村さん、おはようございます。おはようございます。今朝は新型コロナウイルスの治療薬、それからワクチンのことをお聞きしようと思いますが、今日、はい、加藤厚生労働大臣がですね、国がですね、新型コロナウイルスの治療薬としてレムデシベルを薬事承認する見通しだということなんですけど、これはやっぱり朗報と見ていいんですかね。朗報でしょうね。だって今まで武器がなかったわけですよね、そうですよね、戦うにも、防戦一方だったんですが、武器が一つ期待できるのかな、はい、と思っていますが、こういう時期はね、ちょっと希望の持てるニュースも欲しいよね。そうそうなんですよね。どのくらい期待できるかという話を少し今日していきたいと思うんですけど、これアメリカの製薬会社が開発しているんですが、本来はエボラ出血熱というウイルス由来の病気を治す目的でした、はい、これ実はアメリカでもまだ承認前なんですけれど、こういう非常事態に、コロナウイルス感染症にも効くのではないかということで、緊急承認という形でアメリカでも、承認が得られました、はい。でそれを受けて日本でも特例承認という枠組みを使って、もうとりあえず、もうアメリカで効果がもう示されているからいいやということで承認されるということなんですね。でも効く仕組みは一緒で、ウイルスなのでね、いわゆるウイルスがこう増えていくときに、自分の遺伝子をコピーするときに欠かせないタンパク質を作らせないっていうね、元から立つみたいな、そういう仕組みで、ウイルスを増やさない、つまり、治す、という仕組みなので、これがコロナウイルス感染症にも効くのではないかと言われているわけですよね、実際アメリカの研究所が実施した1000人規模の臨床試験、つまり患者さんに投与する試験では、肺炎にかかった重症の患者さんが治るまでの期間が短くなったと、投与しない人よりも、4日ほど短くなるということなので、これは効果があるんじゃないのということなんですね。そうですね。ただ気をつけることがあります、はい。投与した人たちと投与しなかった人たちで、そのうちの何パーセントの人が亡くなったかっていう死亡率ですね、これは実は統計学上の有意差がなかったんですね。そうなんですか。投与した人たちの中での死亡率が 8%、投与しなかった人たちが 11.6%、低いですけれど、統計学的な処理をすると、意味のある差がないと出ました、それから、副作用もあるんですね。薬はリスクですからね、薬にはリスクがあるということで、もし肺炎で治っても腎機能の障害が出たりすると。あともう一つ、日本人にとってはこれアメリカの薬で、アメリカにめちゃくちゃたくさん患者さんがいて欲しい人がいるので、トランプ政権、そうか、ね、アメリカファーストで、そうですよね。だから日本にそれだけの数が来るのかっていうことですね。それがまだちょっと見通せません。そうですか。なんでこれから承認受けて作るっていう状況ですから、そんな大量生産もできませんし、だからここは、安倍さんの、政治手腕と、そうですね、外交力が、問われる場面になるんじゃないかと思いますよ。あれだけね、トランプさんと友人だって言ってるわけですからね、1年前にゴルフしたりしてましたからね。そうですよね。今こそそれを生かす時期だと思いますけどね。そうですよね。だからレムデシベルがそのように特例として承認されるっていう風になっていく中ですけど、どれだけ調達されるできるか分かんない。そうなるとやっぱり日本の製薬会社が作ったアビガンはじゃあどうなんだっていうことなんですけど、これも承認されるんですか。厚生労働省は普通臨床試験っていうのは結構1年かかりでやったりするんですけど、急ぎますと言っていて、今月中、5月中には承認される見通しとなっています、はい、
さっきのレムデシビルは重症の患者さんですが、うん、こっちのアビガンは軽症の患者さんに効果があると言われていて、はい、昨日退院したラジオパーソナリティの赤江珠緒さんもアビガンを処方されたと聞いています。こちらはインフルエンザの薬なんですよね、はい、それを新型コロナ感染症に、使うということで今承認のプロセスを踏んでいますが、はい、これのメリットはそう日本の薬であるということね、うん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 、それからインフルエンザが流行った時のために、はい、備蓄があるんですよね、はい、でこの備蓄を、まあ、優先的に日本の国内で使えますよね。うん、そうですよね、うん、これはとても安心できる材料だと思いますが、うん、こちらも、まあ、リスクがありまして、ご存知のように妊婦さんには使えないんですね、うんうんうん、お腹の赤ちゃんが奇形を産むというか、まあ、可能性というかこれは動物実験でその、副作用が分かっているので、はい、妊婦さんがもしこのコロナウイルスにかかっても飲めない、うんうん、あと男性の方もね精子に、異常が出るので、うん、飲んでる間は、まあ、飲んでからしばらくは、うんまあ、子供を作らない方がいいということで、うんまあ、バンバン剤ではないと。そうですね、うん、でもそういう人を除けば効果があるっていうのはもう日本でも実際相当投与されてるわけでしょ。これもう相当って言ってもね今限られた病院が、患者さんに向けて投与しているという状況、はいまあ、投与試しているという状況臨床試験中なんですね、はいはいはいまあ、これ話すと長くなるのでとってもコンパクトに言うと、はいこういう非常時における臨床試験って、はい、ちょっとデータが、バイアスがかかりがちなんですよ。なぜなら、うん投与してください先生もう治るんだったらもう何でもいいですっていう人が使えますよね。そうそう、うん、だから患者さんは多分みんなそう思ってるんじゃないかなと私は思うんですよね。そうなんです、うん、でアビガン以外にもいろんな他の薬も使ってるんですよ、うん、はは死にたくないから。そりゃそうですね。そうすると、うん、あ熱が下がったあ治った退院ですってなった時に、うん、治ったことは間違いないんですけど、うん、何のおかげで治ったかっていうのが曖昧になりがちなんですよ。確かにねそれがアビガンの効果だったのかどうかっていうのは、うん、そうかはっきり言えないんですよね。あと期待するから免疫も上がるんですよへえ。あそうなんですか。そうです。あとお医者さんとか看護師さんとか患者さん本人も自分が今アビガンを使ってるってことをみんな知ってるから、うん知らない場合に比べてちょっと甘めに点をつけがちなんですよ。なるほど。そうでそういう中での臨床試験などでどうしてもアビガン素晴らしいっていう方向に点がつきがちで、うん、で例えば承認されてみんなが使えるって思って使ってみて全然治らない人がいたり副作用で重い障害が残ったりするっていうことが一番薬の使い方で怖いことなんですね。うんうんうん、なのでここはこの承認に向かう他のいろんなもう 10種類ぐらいの薬が候補として期待されてますけども、うんはい、私たちの心持ちとしては期待しすぎず待つ、うん、それからお医者さんの心持ちとしては慌てずに急ぐそうですね。いや患者からするとそうですよね。とにかく急いでほしいっていうね。そうなんです、うん、でどれもとりあえず今コロナウイルスのために作った薬じゃないですからね。そうですよね、うんうん、そこもつまり本来の病気の人たちのために確保しなきゃいけない、うん、一方でコロナの人にも使えるかなっていうことなので、うん、そこの制約もあります。なるほどね、うんまあ、ワクチンはあと1年以上かかりそうなので、はいはい、それまでの、つなぎ、うん、そして新しい本当にコロナのための新薬ができるまでのつなぎ、うん、で、お医者さんが使い方にちゃんと慣れていなければいけない、はいうん私たち自身がリスクがあることを承知の上で OK する、うん、そうですね、うん、そんないろんな心がけと注意点の上で命を救うために使うっていうのはとても有効な、まあ、武器になると。なるほどね、うん、そう考えると簡単にじゃあね
今大変だ、だからすぐ使ってしまえっていうわけにもいかないってことですね。やっぱね、今の話聞くとね。何より大切なのは感染しないことですから。そうですね。はい、本村さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。命を守るっていうのは簡単なことじゃないですね、やっぱりね。うん、毎日新聞論説委員本村由紀子さんでした。